怖っそういうのやめてよはい、どうも、クイズの研修長のニザです。はい、どうも、コチャです。ナイスガイのスガイです。さて、はいはい、さてて始まるの初めて早速ですが、はい、まずはこちらをご覧ください。はいはい、1すごい答えずに回答を見る 50%、 よっしゃー今回は正解率が 50% に近づけてくださいということなので、うんうん、はい、はい、見たことある。見たことだとありますよ。今何か気づきました？気づいた。伊沢さん、何に気づきました？ね、まだこの頃はね、迷いがある。そういうことかよ。そういうことじゃない。生きていくことへの迷いがある。逆に今はないんですか？今はないね。ないの。今はもう晴れやかな気持ちでやってる。実は、今一瞬だけ違う画像が入ってました。怖っそういうのやめてよ。もう一回真剣に見ます、ね、はい、もう一回流しましょう。何の画像入ってるかちょっと当てようぜ。はい。あー、入った。今入ったね。入ったことだけ分かった。クイズノックが入ったよ。はい、その通りです。俺ダメだった、今全然全く分かんなかった。入ったな、しか分かんなかった。川村さんの服の色めっちゃ明るいやんと思って多分楽しいでしょ。はい、ということで本日の企画は食べりになる風連想クイズ。イエーイ。危険な香りがするまずサブリミナル効果はご存知ですか？はい、認識できないぐらい短い秒数だけ画像を出しても潜在意識には情報が植え付けられるという現象でございます。お、逆に言えば今までだからクイズノックはそういうことやってこなかったってことだよね。やればよかったの何を植え付けるんですか今までチャンネル登録してきた人たちはチャンネル登録しろっていうサブリミナルじゃなくてちゃんと自分の意思でやってるってことだよね。そうですね。これからはそういうのも活用してチャンネル登録していきたいねこの動画以降チャンネル登録者数急増したら歌危うい危ういな。本当のサブリミナル効果は認識できない秒数出すんですけど、あ、今認識できたね。はい、認識できる。今回は認識できるギリギリの秒数だけ画像を表示するということにしました。はい、今から過去のクイズノックの動画をおよそ30秒流します。はい、その途中に入っている3つの画像から連想されるものを答えてください。あー、なるほど。よくできてる。連想クイズと動体視力のハイブリッドでございます。なるほ なるほど。あ、じゃあ俺ぐらい動体視力が悪くてもまあまあクイズでなんとかしろよってことだね。そうです。はい、それではいきましょう。はい、第1問は遊びです。遊びが答えなのね。そうです。この3枚から連想される遊びは何でしょう？鬼ごっこ。わかんないけどそれではいきましょう。こちら、点を描くかというと、それが45度角の比になっているもの、そしてその中に小さい丸を1つという図形になっています。まっすぐな点を描く、それを45度ずらす。イエーイ。あ、今ね、これね、何が悪かったのか分かった。俺の説明の1個至らないところがあったけど、そこはどういう表現になって、全然見えなかった。はい、以上でございます。これはむずいね。もう動体視力とかそういうところを超越した遊びになってる。まあどうしても分かんなかった場合は、多分今潜在能力にこの遊びが刷り込まれてるはずなので、今やりたいなと思った遊びを書くと、まあ大体正解ですね。なるほど。何を言うと何を言うサブリミナルで刷り込まれてるはずだから。危ないこと言ってるはい、まあいいよ。チャトランガがやりたい、はい、マニアックな。じゃあ菅井さんからいきましょうか。はい、菅井さん、オープン。縄跳び。おお。なんか最後8って見えたのって、8って数字が見えたの。多分大縄跳びの8の字でぐるぐる回るのを刷り込んできたなと思って、8で縄跳びだと思った。じゃあコウちゃんいきましょう。オープン。じゃんけん。おう、これはどういう、まあなんかそれを感じてる。感じたんだ説明で何かが見えてたわけじゃない。そうですね。いやでもなんか多分じゃんけんかなっていう、いやっていうのはなんか3枚から連想される遊びでじゃんけんかなおお、なるほど。これはすごいメタ読み。はい、それでは続いて伊沢さんいきましょう。はい、オープン。お、じゃんけん。じゃあもうじゃんけんなんじゃないいや、ね、1枚目はね、石がね、42個ぐらい並んでるのが見えてめっちゃ見えてめっちゃ見えてんじゃん。2枚目はね、なんか複数の紙が乱舞してるのが見えて、はい、3枚目はあのおばあちゃんが使ってそうなハサミが見えて全部見えた、ね、全部見えてるじゃん。なんか、そうだね、あの見えすぎて個数とか数えてた1枚目に至ってもう 6×7 であることが分かった。なんかね、まばらにバーってなってたから、うわ、数えの大変だなと思いながらね、数えたら42個30分の1秒でできんのそれ。できたできた。なんか俺も無理かなと思ったけど、もうそれだってコミックスで言ったら25巻ぐらいで出てくる敵だよその強さは強すぎる正解はじゃんけんでございます。うわすげえ。石の数いくつだった石の数は僕も数えてないんで分かんないですね。
ゴジラでございます。はい、あーすげえ石だ。42個ではない。でも大体42個ぐらいの気もするこれ数えてる時間あるのめちゃくちゃすごい次茶色いんだよ。あーこうこう、はい、あお前茶色いの手だよ邪魔だよ何なんだよ髪乱舞してますね。まあ何枚かあるっていう感じですね。ペラペラ、はい、枚数を数えなかった。毎日は数えなかったら、紙の枚数こんなにあって数えるやついないでしょなんで石の数数えてるの。紙は数えない。はい、それでは3枚目、菅井さんが8だと思っている。8、右側に8って出てくるよ。はい、あ、8じゃねえじゃん、ハサミだわね。ハサミの持ち手です。持ち手か。なるほどね。はい、おばあちゃんが使ってそうなハサミ。これ当たってますね、はい、これ完全におばあちゃんが使いそうですね。はい、はい、でも8見えてんの大体合ってるでしょ。菅井さん基本的に右側しか見てないです無理だよ、だってその白と銀見分けるの不可能だよ思ったより見えましたね。クイズノック見えなかったのに。クイズノック見えなかったのに第2問は、はい、食材。食材ですね。はい、3つの食材ねもう考えないよ、はい、1の粉と2の粉とカップが出てくる。全然出てくる。当てよう。第2問こちら。さあそれではボタン用意しました。それではいきましょう。問題、クイズノックライターの菅井俊樹。よし、いきます。ナイスガイの菅井です。いやこれやり続けるのうるさくね。まあ、これだけやる。これはね、はい、クイズはこれ1回やるだけで正解だけど、はい、その後もずっとやっていかなきゃいけない、はい、そういうことですよね3つ目が見えなかった。あ、3つあった。今2つしか見えなかった食材、はい、料理じゃなくて食材です。いや、1個目絶対大ヒントなんだよな。1個目をどう生かすかなんだよな、これ。無理だ。2枚目が茶色だったことしか分かんないはい、皆さん揃いましたか。はい、自信ありません。はい、つやさんに見ましょう。はい、つやさんオープン。カレーなぜなら2番目が茶色だったなるほど。はい、じゃあこちらオープン。鶏肉。お、2枚目が茶色だったで、同じじゃん。で、なんかやっぱサビリーナル効果ってパッと来るわけじゃないですか。文句にめちゃくちゃ鶏肉食べたくなって、お、その自分の心情を信じました。なるほどね。それは多分タンパク質が欠乏してるんだじゃあ伊沢さんオープン。カニ。はい、理由は、あの星座が見えて、はい、なんとなくカニザッペーと思ったんだよね。はい、はい、では判定いきましょう、はい、正解はカニです。すごすぎる何もんだよマジで。全部見えてんじゃん。ちょっと見ていきましょう。はい、あー、カニ座でしたね。はい、こちらカニ座の画像でまずカニ座の形を知らんから味噌。味噌です。あ、味噌、ね、味噌から、はい、それはカニ味噌じゃないです。味噌です。味噌からカニを連想したことカニ味噌。はい、好きなやつがマジで何も分かんなかった。次はもう色がかなり分かりづらくなってます。あ、だからダメだってそういうの菅井さん、それだと判定ができるじゃあ3枚目いきましょう。ハサミじゃん。またハサミかよ。またハサミかよ。そうです。ジャッキーのでいいじゃん、じゃあ。同じ画像使ってよ。いや、よくわかったね。なんだ、カニ座だけからカニ行ったのすごすぎる。はい、それでは私問題です。3枚から連想されるテレビ番組の名前をお答えください。メプリーグ。踊る三番御殿。キュー様かな。え、なんでここで好きなの。はい、それでは行きましょう。はい。第3問こちら。お前がここにあるか、この辺のロケ。うん、そうだよな。それはそう。ほら、これだよな、さすがに。あ、そうなんだよ。そうなんだよ、そうなんだよ。うれしこ。俺、電子コペのね、2回目覚えてない。覚えてない。仮想研だよ、だから。あ、違う、これ外れ。外れたんだよ。それはもう、どっちか外れ。不可能。不可能だけど、最後アンパンだったんじゃない。あ、そうか。ひらめきました。あのね、最後アンパンじゃないかもしれない。え、これ昔の番組とかじゃないね。なんでそこで絞り込まれてるじゃあ、こちら行きましょうか。こうちゃん、オープン。ドラえもん。おう、理由はどっかどこでもドアを感じた。どこでも感じた。具体的には見てないけど、じゃあ、刷り込まれてる。多分刷り込まれてるかなって。だとしたら、サブリミナル成功しすぎはい、じゃあ続いて伊沢さん行きましょう。オープン。はい、ドラえもん。おう、一緒ですね。そうですね。2枚目が多分ね、うん、ドアの映像で、ちょっとね、他はね、あんまよく見えてなかったけど、ね、だからドラえもんかなと思って。なるほど。はい、はい、はい、それじゃあ、はい、さん行きましょう。オープン。僕、もう一個多く見えてるんだ。多分最後、ドラ焼きなんだよね。最後、アンパンだと思ったんだけど、多分ドラ焼きで。結構ヒントだったじゃん。めちゃめちゃヒントだった。で、2枚目はね、あ、だからみんなと一緒。2枚目にドアが見えてる。ドア、ドア。そうそうそう。最後のアンパンだったからアンパンマンかなって書きそうになったけど、よく考えたらブルーのドアとドラ焼きだったらドラえもんだなと思ったんで、これは間違いなくドラえもんです。そうだよね。だから俺も羽根の扉かなと一緒思った
正解はドラえもんです。ほら、これはもう間違いなかった。これはね、扉がちょっと色味が違ったから分かりやすかった。うん、はい、ゆっくり見ていきましょう。はい、スズ。いや、だから見えないんだって、それは。これは無理でしょ。これは見えない色なんだって。もうほぼ白じゃん。これ見えたらさ、他の番組はもう思い浮かばないよね。まあそうですね、スズと言えば。スマップスマップ。スマップスマップだったらこのタイプのスズにしてよってなるから。それで2枚目ですね。ほら、ブルートドア。はい。ドア自体はピンクじゃないんですけど、青なんですけど、まあ周りがピンクになってて。なるほど。まあ、なんとなくドラえもんとどこでもドアっぽい色をしてるなっていう画像もあります。俺めちゃくちゃサブリミナルじゃないですか。そうですね。めちゃくちゃサブリミナル。名前目はこちらです。ドラ焼きじゃん。ドラ焼きなんだよ。いわゆるドラ焼きじゃん、これ。いわゆるドラ焼きです。はい、ということで、今回入賞は伊沢さんでーす。よし。あ、ちゃんと数えたのか。よし。まあでもそうか。満点ですかね。満点だった。最初のクイズノックが見えなかった割には。はい、ということでね、今回はサブリミナル効果の実験をやってみましたけど、悪用はしないように皆さんね、こうちゃんには聞くということが分かったから、ね、それ聞く人には聞くっていうことが分かったよね。一応あれですからね、あのその放送法みたいなやつでテレビではやっちゃいけないってことになってます。へ、おー、はい、じゃあこの動画はテレビには流せないね。そうです、テレビではできない動画でございます。じゃあ YouTube クイズノックを紹介していただくときにはこの動画はちょっと残念ながら使えない。そうですね。そんな別に代表するような動画でもない代表作にはならない。さすがにね。面白いですね、これ無限にできますね。まあそうです、作ってくれる人がいたら。そうです、作ってくれる人がいたら、はい、あの次作るときは銀色を使わない。銀色は使わないで。わかんない、本当にわかんない、本当にわかんない。色味で判断できるやつ8しか見えなかったから。はい、ということで、こういう動画、皆さんがどれだけ撮れたかもコメント欄で教えてください。はい、そしてチャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンのフォローとかツイッターのフォローもよろしく。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄にツイッターなどもあるのでフォローしてください。それでは、また次の動画も見てくださいね。